さすがにこの程度では歯に立たぬか。仕方ない。我も本気を出させてもらうぞ。倒れた。頭を攻撃してみるんだ。影分身の術。はっくそ。はっ。一球。はっ。一球。はぁ。了解。くそ。はっ。一球。はっ。影分身の術。わかったわ。そらくそ。はっ。はっ。影分身の術。はっ。わかったわ。行くぞ。ナルト、足を攻撃していれば転びそうだよ。螺旋弾。足に攻撃を集めるぜ。一球。シャンネル。影分身の術。一球。了解。わかったわ。はっ、一球。はあ。はあ。了解。行くぞ。はっ、はっ、じゃあ、影分身の術。はっ、じゃあ。はっ、じゃあ、じゃあ、影分身の術。はっ、じゃあ。はっ、一球。ナルト、足を攻撃していれば転びそうだよ。よし、足に攻撃を集めるぜ。はっ、はっ、じゃあ、影分身の術。はっ、じゃあ。はっ、はっ、じゃあ、影分身の術。はっ、じゃあ。はっ、はっ、じゃあ、じゃあ。私に任せて。助かる。ちゃっ、影分身の術。ちゃっ、大玉螺旋弾。わかった。行くぞ。ちゃっ、ちゃっ、螺旋弾。覚悟しろ。行くぞ。了解。追加の術。なると大玉螺旋弾。足を攻撃していれば転びそうで。よっしゃ、倒したぜ。シャンナラー。よっしゃ、任務完了。やるならやれ。我が死んでも憎しみの火は消えることはない。里を襲った貴様を倒す、その時まではな。だから俺は夢隠れの里を襲ってなんかいねえ。あの九尾が何よりの証拠。人中力である貴様の他に誰があの九尾を操れるというのだ。それはせめて最後は差し違えてでも貴様を地獄に引きずり込んでやる。それがこの里で生を受けた我の誇りだ。何よこれ。チャクラを感じる。ただの霧ではないようだね。大佐。ヨミト、まだ死ぬには早い。仕方がない。勝負は一旦お預けだ。なんだ。お待てよ、まだ話は終わってねえだろ。この先に幻獣の森と呼ばれる場所がある。
ここで、この俺がお前の相手になってやる。言いたいことがあるなら、そこまで来い。幻獣の森？逃げるなよ、渦巻きナルト。